我々の研究室は理工学部の中でも情報科学科の中のネットワークアーキテクチャ研究室という名前の研究室です。で、特にネットワーク、これからの情報通信ネットワークをどのように作ればいいかということを特に研究していますけれども、その中でも特に大規模なネットワーク、規模の大きなネットワーク、具体的な例で申しますと、例えばインターネットのような非常に大規模な通信ネットワークもそうですし、インターネットに限らず、例えばソーシャルネットワーク、人と人のつながりの関係を表したようなソーシャルネットワーク、こういった大規模ネットワークも含めて、そのような大規模なネットワークをどうやって作ればいいのか、で、特に大規模なネットワークをどのように制御してモデル化していけばいいのかということに関して研究を行っています。我々の研究の目標としましては、ネットワーク社会の未来を作りたい。で、これからどんどん情報通信機器なり情報技術が発展して、世の中がどんどん IT 化されていっています。で、その時にこう世の中に、世界中にこうネットワークがどんどん普及した時に、そういったネットワークがもっと人の暮らしを快適になるように、もっと人が安心して生活できるように、で、そういったことのために未来のネットワーク社会をどう作ればいいのか、それをよりよく明るいものにしたいと思って研究をしています。今のインターネットをどうすればよりよくできるかということももちろん研究テーマに含まれるんですけれども、それを超えて未来のインターネットを果たしてどのように作ればいいのかに関して研究を行っています。で、まあ、研究のキーワードを申し上げれば、次世代インターネットであるとか、特に最近の流行りのキーワードでいうと IoT、 インターネットオブシングス、ものがインターネットにつながったもののネットワークとかですね、あとはそのネットワークを使って人々がこういろんなこう便利なサービスを受けられるようなネットワークサービス、こういったことに関して研究しています。で、もう少し具体的な例を挙げますと、今我々が行っている研究としましては、情報指向ネットワークという研究がございます。それはネットワークの中で、これまでのインターネットとは違った通信パラダイムといいますけど、違った物事の見方によってネットワークを再設計しようという研究であるとか、遅延分断体制ネットワークと言われるような非常にこう過酷な環境であるとか、非常にこう通信インフラが整っていないような環境であっても、なんとか通信を実現したいという研究とかですね、そういった研究に今取り組んでいます。まず一つ目の研究テーマの例としまして、情報指向ネットワークの研究をご紹介いたします。今のインターネットではなくて、未来のインターネットをどう作ればいいのか、で今世界中でいろんな研究者が取り組んでいる研究テーマが情報指向ネットワークになります。で、情報指向ネットワークと申しますのは、今のインターネット、皆さんがお使いになっているインターネットというのは、もともと電話のネットワークであるとか、あとはその大型コンピューターのネットワークから発展したものでして、で、基本的には誰かが誰かに対して何か情報なりメッセージなり何かを伝えたいという、そういう通信のモデルを発展させてきたものが今のインターネットになります。情報指向ネットワークの特徴は、その誰が誰に情報を送るのではなくて、そこで転送される情報に注目したのが情報指向ネットワークです。ですので、情報指向ネットワークが従来の誰が誰に物を送るようなネットワークとは違いますのは、その物に注目しているということで、情報に注目しているということを利用しまして、今の情報指向ネットワークでは情報の再利用をすることができます。今のインターネットですと、情報を送った時に A さんが B さんに情報を送った、で、 B さんが C さんに情報を送った、で、 C さんが D さんに情報を送った時に、それが同じものを送ったとしても、それはネットワークの中では区別することができませんので、それぞれ別に同じものを3回通信しないといけないんですけれども、情報指向ネットワークはそれぞれ送る情報に識別子という、その区別する情報を付与しておりますので、同じ情報を3回送って参加を送るんでしたら、それを1回でまとめて送ることができると。で、そういうふうにしてネットワークの情報を再利用させることによって通信の効率を上げるということを行っています。2つ目の研究テーマの例は、遅延分断体制ネットワークのというネットワークをどう作るかという研究を行っています。で、これも今のインターネットとは違い、未来のネットワーク、未来のインターネットをどう作るかという研究に取り組んでいます。で、遅延分断体制ネットワーク、簡単に申し上げますと、その今のインターネットというのは、ネットワークが基本的にこう正常に機能している、要は健全な状態であることを前提にしたものが今のインターネットですけれども、いろんなところが故障するかもしれませんし、例えば田舎とかの過疎地に行くと、必ずしもその通信インフラが存在するとも限らないと。で、そういった時に、そういう極限的な環境であるとか、そういうインフラが存在しないような環境においても、なんとか通信ができないかと。今のインターネットはそういう環境でも通信することを諦めてしまっているんですけども、そこをなんとか諦めずに、なんとかその限られた資源、限られた機器しか存在しないような状況下であっても、なんとか通信を実現しようというのが遅延分断体制ネットワークの研究になります。特に我々が着目しておりますのは、ウイルスの実は動きなんですね。皆さんご承知のように、例えば鳥インフルエンザウイルスございますけども、人間にとっては非常に嫌なウイルス
で人間は望まないのにインフルエンザウイルスはどんどん拡散してしまって人間を苦しめていると人を苦しめているという状況だと思います。で我々はそこを逆手に取りまして、鳥インフルエンザウイルスが広まる仕組みを逆に情報を広める形に広めるところに利用してやると、そのインフルエンザのそのずる賢さをうまく活用すると情報をうまくネットワーク内に拡散することができると。で例えばそのインフルエンザウイルスですと情報を複製ウイルスがこう複製されていってその人の社会の中に拡散していきますけども、それと同じように情報を人と人が出会った時に情報と情報を複製させてやって、まるでウイルスがこう複製されるかのように情報を複製してやることによって、たとえその通信インフラが整っていないような環境であってもこう情報を広めることができるということに取り組んでいます。非常に私の研究室の学うちの学生を見てまして、非常に熱い思いを持った学生が非常に多い。 なぜかそういう熱い思いを持った学生が集まってきてまして、彼らは自分たちのことを研究戦士と呼んでるんですね。この厳しい研究の競争、世界社会国際社会との競争の中を俺たちは全力で勝ち抜いていくんだという思いで研究してますで私もそれに彼らの気持ちに応えろよというつもりでいろんなことを取り組んでますけれども、特に私がその彼らを率いて彼らと一緒に研究するときに気を使っておりますのは、やっぱりそのここは私学で、ここはその例えば4年生の場合に4年生の卒論だから簡単なことをやりましょうというふうなことを考えるのではなくて、やっぱり現実かつ困難な問題に実際に彼らに挑戦しようと、私と一緒になって挑戦しようと。でさらに多くの研究室ですと、まあ、先生がそれぞれこう学生をこう指導するというタイプの研究指導が多いと思うんですけども、私のところはこう全体が一つのグループ、一つの組織になってますので、私と学生ももちろん議論しますけれども、学生と学生同士ですね、と先輩と後輩同士でこうたくさん議論し合っていろんなこう研究を進めていると。彼らが自分たちの力で自分の足で立って一人と、ね、リーダーシップを発揮できるように、それをこ う, うまく育てていきたいなという思いで研究室を運営しております。